はい、こんにちは。親の力です。日頃私たちは話し言葉でコミュニケーションしていますよね。でも言葉には話し言葉以外に書き言葉というものもあります。そこでですね、時には手紙とかカードこういったものを使ってね、書き言葉で気持ちを伝えてみるというのをね、えー、ぜひやってみてほしいなと思うわけです。書き言葉、つまりですね、 文章ですよねこれにはですねもともとちょっと改まった感じというものがありますねですからね親がちょっとこう改まった感じの内容を書いても不自然に感じられないわけですそのおかげでねなかなかこう面と向かっては言いにくいこととかねこういったものがねあのー、伝えやすくなるとですねまたですねちょっと改まった感じのおかげで子どももね 真剣に受け止めて読んでくれるそういう効果もあるんですね例えば次のようなことをじっくりと伝えたいという時などにいいと思うんですよね例えばね子供に生まれてくれてありがとう大好きだよこういう気持ちを伝えたいこういう時ですねあるいは子供の頑張りを心を込めて褒めたいこういう時またはね 子供にきちんと謝りたいことがあるこういう時あるいはね挫折して落ち込んでいる子供をなんとか慰めて励ましたい子供の行動についてね心配する気持ちを伝えたいこういう時もいいと思うんですよねこういった内容っていうのはですね親子のように親しい間柄ですとかえって伝えにくいということがあるんですよね UFO もちょっと照れてししままいますし十分伝えきる前にね途中で子供にこう遮られてしまうとかあるいは逃げられてしまうということもあるかもしれませんね。誕生日、入学式、式卒業式こういった人生の節目にね言葉のプレゼントとしてえこういった書き言葉を送るというのもいいと思うんですよね私の教え語でね。 数年前の誕生日に親からもらったという手紙をねティッシュに包んでね筆箱の底にね大切にしまっている子がいましたねうれしかったんでしょうねよく結婚式でね神父が親に宛てた手紙を朗読することがありますよね本当はずっと心の中でね持ち,けて持ち続けていながらも親子という 近しい間柄であるがゆえに、かえってねえ、言葉で伝えることができなかった。そういう感謝の気持ちを、この時は伝えることができるんですね。これはね、本当に得難い機会でありましてね、それを、やっぱあ、逃したら、もしかしたら一生伝えられないかもしれないわけですよね。でもですね、本当は、もっともっと早くね、こういう気持ちを伝えてもいいわけですよ。特にね、 成長中の子供にはねこういった親の愛情をね伝え続けるってこと大事なんですね親子だから異心伝心言わなくてもわかるなんていうふうに考えている人いるかもしれませんけどね実はそうじゃなくてなかなか意外とね伝わらないんですやっぱね、えー、形にして伝えるってこと大事ですよまあね結婚式ほどでないにしてもね子供の成長過程にはここぞという節目の機会っていうのはたびたびありますよね そういう機会には是非ねこの書き言葉でね、えー、親の気持ちを伝えてあげてくださいそうすればやっぱりね子供にとってはね大きい喜びですよそれが宝物になってね一生の支えになるということもあると思うんですよねでまあねあるいはですね、まあ、そんなに改まった機会を待たなくてもね日頃のねあの日常生活のコミュニケーションの一環としてねもっと気楽にね どんどん書き言葉のやり取りをするというのもね、もちろんあっていいと思うんですよね。あの、こちらもね、ぜひやってほしいと思います。実際にね、ちょっとしたメモの紙とか、付箋紙を使ってね、楽しみながらしょっちゅうやり取りしているという、そういう親,かも親子もね、結構いますので、まあ、いずれにしてもですね、この書き言葉によるコミュニケーション、このであの有効性というものをね、理解していただきたいです。 そしてねいろ、まあ、んな形があると思いますけどもねぜひ積極的にね取り入れてみてほしいなと思います。ぜひね心がけてください。